2017年バランインターナショナルアン -26 墜落事故とは、2017年10月14日にバランインターナショナルカーゴチャーターのアン -26 が、コートジボワールのフェリックス、ウフェイコールボワニ国際空港に着陸する直前に墜落した事故である。乗員乗客10人のうち4人が死亡した。同景気のアントノフアン2 6 9 7 5年に、 初飛行した。生存者の救助活動事故機は、ワガデグー空港発、フェリックス・フェイ・コール・ボアに国際空港行きの貨物便として運航されており、フェリックス・フェイ・コール・ボアに国際空港に着陸する直前で墜落した。機体は2つに分断し大破した。モルドバ人の乗員6人と、フランス陸軍の軍人4人が乗っており、4人の乗員が死亡し、 6人の生存者のうち1人が重傷を負った。事故機はフランス軍によってチャーターされ、バルハン作戦を支援していた。負傷者は治療のためポールブへのキャンプに運ばれた。なお事故が起きた地域では、現地時間8時30分に雷雨が報告されていた。コートジボワール当局は事故調査を開始した。モルドバ民間航空局も調査に乗り出した。 フライトデータレコーダーとコックピットボイスレコーダーが残骸の中から発見された。ありがとうございます。